はい、皆さん、こんにちは。アメリカ海です。今日はですね、もう先週の段階かな、先週の段階でも決まってたことなんですけども、ちょっとその事実とは別にまたこうやったらいいんじゃないかなというような、まあ、提案があります。で、まあ、その記事ちょっと紹介していきたいと思います。ですね、これは、まあ、どの新聞にも載ってるんですけどね、今回はこれは朝日新聞からですね、朝日新聞のウェブ版、発生のヤフーニュースということですね。これは昨日配信。最低賃金の格差、18年度から1年縮小、改善16年ぶりということです。最低賃金が改定されました。そこで一番高いのが東京の1013円。で、神奈川も、まあ、1000円を超えたと。だから1000円を超えたところが、2つ、まあ、存在しましたよというところですね。最低賃金。一方、この最低賃金の最低額、790円らしいんですよ。これは、15件があるということですね。主に九州ですよね。あと東北と九州がやっぱり低くなってますね。東京からこう離れていくと、どんどんやっぱり、時給が低くなっていくというような傾向はあります。それで、そんな中でも、東京と最低金の地域間の格差が今回は223円だで、18年度去年の224円から1円縮小したと。まあ、金額差の改善は16年ぶりとか言ってますけども、また1円ですか。もう昨日の動画でも言いましたけども、ね、せこい数字は言えなくていいですよもっとダイナミックで大胆な数字出してくださいよ。そんで、これなんですけども、どうですかね。これ最低賃金、東京のその最高賃金、最高の最低賃金額と、まあ他の県の、九州や東北の最低賃金、最低の最低賃金額、これをぐわーって縮める。もうほとんど一緒にしてしまう。もう全部一律1013円ですか、東京。そうですね、東京1013円なんで、一律全部1013円にしたらどうでしょうね。まあいろいろいい面も出れば悪い面も出ると思うんですよね。悪い面としては、やっぱり地方の企業、特に中小企業は、やっぱり体力が、その経営の体力が弱いところが多いんですよね。なので、いきなりそんなね、200円以上も、時給アップ、そこは、時給アップされたら、ちょっとダメだよっていう感じもあるかもしれませんね。特に地方の方は、待ってくれよと、ちょっときついよというところがあると思います。一方、これ、プラス面は、東京に一極集中が緩和されるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり東京一極に集中しちゃうと、例えば災害が起きた場合、地震が起きた場合、ものすごい大惨事になりますからね。だからある程度地方にまあ分散できるような、そんな感じに なれば、その分東京に地震が起きても、今ほどはその集中、一極集中した頃ほどは被害は大きくはならないよというふうなことも考えられます。なんでね、私が最低賃金、まあ、設定するとか設定しないとかっていうのは、私は基本的にはまあ、どうでもいい、言葉はあれですけど、どうでもいいと思ってますね。どうでもいいと思うんです。でもそんなことよりもきちんとした、経済成長を描いてれば必然的に上がってくるもんだと私は思ってますから。ただやっぱり地方と都会ではその収益力がやっぱ違うと思うんですよね。なんでもうね、早くこの差を縮めることによって一極集中が分散される可能性があるんですね。だからまあ地方に対してその国が、今よりもまあ手厚い保護をやるとか、まあいろいろまあ方法あると思いますけどもね、まあ補助金出すとか、地方の方に企業を作ったりとか、そういうふうなことしたら、まあ、雇用を増やしますよというようなことがあったら、やっぱり政府の方も何らかの補助、まあ、補助金なり何なりの補助を与えるとか、そういうふうなことをやって、どんどんこの最低賃金の格差縮めていったらどうでしょうね。縮めていったら、まあ、縮めていくと同時に経済成長させる、なおかつ国も地方に対するその補助を厚くする、この3つを一気にガーッてやるんですよね。そうすると一極集中多分揺らぎ、一極集中解消の方向に向かいます。
どうでしょう、やってみてもらいたいですね。国の補助と、あとその最低賃金をこう対連する、平準化するっていうのは同時でできると思うんですよ。問題は財政出動、そして現在、いわゆる経済成長させるところですね。もうこれがネックです。またここでもやっぱり経済成長させれば、解決できる問題、ここでもまた見出すことができました。やはり経済成長がほとんどの経済的な、日本の経済の経済的な問題の答えになっているんだということがまたここでも分かりましたね。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。